ああ、ここにあった。まだだ。試食を終えるのはまだ早いぜ。それ、いちいちやらなきゃダメなわけ。スポイト？どうやらこの中身もコネックのようだが。まだ味わってない部分があんだろ。伊勢エビの頭ん中、エビ味噌だよ。こいつを数滴殻の中に垂らしてから味噌をすする。それが一番うまい食い方なんだ。すすれですって。そんなはしたない真似できるわけないでしょ。せめて殻を割ってから提供しなさいよ。何すましてんだよ。ねえ、見りゃわかんだよ。本性見せてみな。本当は今すぐむしゃぶりつきたいんだろ。このコニャックとエビ味噌をすすってからもう一度ルートサフランライスを頬張ってみろ。さっきまでとは比べ物にならねえうまさだからよ。さっきよりもっと。黒騎馬戦士93点。ダントツ。信じられない。93点。 A ブロックは葉山明の独り勝ちだと思ってたのに、とんでもないダークホースが出てきやがった。物心ついた時俺はもう放り込まれてた。食の戦場にね。ぬるいぜここは。すごい高得点。あんなの超えられるやつなんているのかよ。終わった。93点か。あ、いやはや驚いたね。最高でも70や80点台止まりという年もありますから。